はい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber 嘆きのアリアです。さあ、今回もですね、ハーベステラやっていきたいと思います。前回ですね、またアルジェーンのクエストをこなす生活に戻ったわけでございますが、今回もね、世界を救うために各地のクエストをこなしてお金を稼いでいきたいと思います。ではでは参りましょう。お金大事。いってらっしゃい。また収穫期、毎日ほんと収穫期。そういえばこっちの方って行ったことないですね。水辺バイオームの先、何かモノライトがありますね。あ、キラキラしてる。こっちの方もなんか怪しい木、何ですか。宝箱、なんかそこら辺キラキラしてましたよね。釣り、怪しい池。こんなんいつ、誰だこの俺様の眠りを覚ますのは。え、誰ですか。え、サハギン、ブブゼラ様。でもブブゼラ様片言じゃなかったですよね。なんだお前は、ここは俺様の丘だぞ。違う違う、こっちのセリフだ。俺様が眠っている間に勝手なことを。なんだあの立派なハウスは。私のハウスです。さてはお前、あのハウスをこの俺様に献上するつもりか。いいえ、違いますけど。それはなかなかいい心がけというやつだ。昔から言うだろう、ウォー心あればミミズ心。ちょっと違いますね。あれは自分の家だよ。魔物なら倒すよ。なに、一丁前にハウスを持ってやがるだと。はい、持ってますよ。この俺様さえまだ持ってないんですね。まあよかろう、魚。人間のやることにいちいち肥料を逆立てていたらキリがない、魚。サファギン。この丘の主だ。サファギン様。この丘に住みたいんだよな。もう住んでますけどね。だったらこりゃただってわけにはいかねえな。なるほど。きついきつい年貢ってやつを納めてもらわねえといかんぎょな。おう。これをやってもらうよ。この世界にはな、特別な魚類が存在しているぎょ。そうなんですね。なんかクリオネみたいなのいますけど。主と呼ばれている。なんと。そいつを釣って俺様のところまでヘイコラ持ってくるんだな。やることは分かったぎょ。気が進まないってかバレてますね。立場、お分かり？主を持ってきたらご褒美くれるんですか？だったらいいぎょな。まあそうですね。お前話分かるぎょ。主の釣り方にはコツがあるからちょっと教えてやるぎょ。優しいかもしれない。こっちに来な。はい。主の釣り方を教わり、釣りの心得レベルが2にアップした。そんなのが。じゃあ任せたからな。はい。なんかサファギン様、キャラがわからない。サファキングは俺様のもんよ。ああ、やっぱキングを目指してるんですね。今のはこっちの話よ。主を釣ってこい。頼んだよ。わかりました。あの世までギョッバーイ。あの世までギョッバーイ。やれやれ。こんなところがあったんですね。調子はいいか。魚を渡す。夜桜見ます。アイニジマス、オオザンショウオ、モノライト、クリオネキネシス、キンゼルフィッシュ、至近魚、セイレーンのつがい、コンドロキラディア、全くわからない。まあなんか主ってことは、特定の条件下で釣れるとか、ローレライの涙1個、やった今最も欲しているアイテムが、しれっと手に入ってしまいました。そういえば、武器の強化、できませんかね。フローシーズ、あ、ベアトライト使えばいけますね。強化しときましょうか。レベル6。あ、また、未知の素材が要求されるようになってしまいました。まあ、とりあえず良いでしょう。じゃあ、ちょっと主が釣れるようになったみたいなこと言ってたんで、釣ってみましょうか。何回か。と、いきなり釣れはしないですよね。そもそもここで釣れるかどうかわかりませんけど。ギンゼルフィッシュ。初めてですが、主ではないっぽい。一年鮎。ギンゼルフィッシュ。どこかに、スタミナが枯渇しました。さあ、一日中結局釣りを粘ってみましたが、それらしいものは釣れず、ということなので、まあ何かしら条件があるんでしょうね。まあ一旦今日は寝ますか。よし。釣りは難しいぞい。お手紙来てる。
懺悔室のクラリエです。元気？はい、伸びしろもあるということです。自分で言いますか？まあ頑張ってください。応援してます。寝ましょう。おやすみなさい。チャリーン。24日。もうそろそろ四季なんでね、もう種を植えるのはやめようかなと思ってるんですが。さあ今日も頑張ってまいりましょう。気をつけなさいよ。ここの近くにある村には秋になると暑がりな主が出るらしいよ。これもしかして、世間話するとヒント教えてくれたりするんですか？この丘にも主がいるらしいよ。俺様じゃないからな。俺様、あ、主いるんですね、ここにも。渓流釣りは雨が降った次の日がおすすめだって誰かが言ってたけど。めちゃくちゃ教えてくれるのでは。夜の花見を好む通な主がいるらしいよ。へえ、これ全部教えてくれそうな予感しますね。とある魚をいっぱい釣るけど、姿を表す主が いるって噂だけど。この丘にも主がいるっていう情報を掴んだだけでもでかいのでは。釣りますか。今日はもう完全に釣り会にしましょうか。オッケーオッケー。なんかここもキラキラしてるのがコロネル人形か。意外にあれですね、拠点の探索をおろそかにしている感がする。さあ四季の主釣り始まりますよ。主が釣れるまで釣りをやめない。2日目が終わりました。ということで本日の釣りの成果、全く主は釣れませんということで、3日目続けて釣りをしていきたいと思います。釣り三昧ほい。下水の節24日。でも結構魚売るとお金になりますね。25日。こうして世界の命運が釣りに左右されていく。なんやかんやお願いが結構こなされてますね。畑レベルアップ、トン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 。水やり、ジャムメーカーレベル2。釣りを50回。釣り最近めちゃくちゃしてますからね。そりゃもう。洞窟バイオームレベルアップ。釣りは100回も近いですね。さあ、今日も今日とて釣りをしていきますよ。釣れません！釣れませんわ。釣れません！全然一向に釣れる気配がありませんわ。ということで、一旦諦めて、アルジェーンのクエストこなしましょうか。屈します。サファギン様に私は屈しますわ。さて、何やらクエストを受けるのも久々なような気がしますが、おじいさん、どうして許してくれないの？私なら大丈夫よ。また何か揉めてますね。一人でというのはやはり心配なんだ。おじいちゃんの分からずや。それならどうすれば許してくれるの？どうしたんでしょうね。こんにちは。どうかしたんですか？孫と口論をな。わしの孫娘が一人で町の外へ行きたいって、ああ、なるほど。それは心配ですね、確かに。おう、町の外は何かと物騒だ。だから私なら大丈夫だって。お孫さんが大事なんですね。せめて誰か一緒に行く人がいれば、まあ、近場であれば一緒に行きましょうか。エルマと一緒に街の外へ行ってはもらえないか。おじいちゃん。それは難しくてな。女神？あ、そうなんですね。気づかなかった。こうなって長いからの、なるほど。どんな顔もしているのかも実は全く分かってない。もしこの人が悪人だったら。本人を前に、そうですよ。善人ですよ。このものなら大丈夫。はあ、声や話し方で、なんとなくわかる。この人は、いい人をカウントされました？その通りだ。ありがたい。わしの頼みを引き受けてはもらえるかな？はい。いいでしょう。もちろんです。任せてください。心強い返事をありがとう。やりますよ。で、まあ、どこに行くかも分かってないですけどね。10年くらい若ければ一緒に行けたのだか。ああ、本当に気をつけるのだぞ。
芽キャベツのポトフ。うむ。後で合流しましょう。はい。宿屋の前に来てちょうだい。わかりました。どこに行くかもわかってないですが。重ね重ね。任されました。どこに行くかわかってないですが。嘘から出た本、え？嘘から出た本当？嘘、嘘から出た本当？え？余計なことを。え？え、怖い。アルジェーン怖い。アルジェーン怖い。とりあえず、宿屋行きましょうか。アルジェーン怖い。さ、宿屋前です。来たわね、それじゃあ行きましょうか。はい。やっぱり一人で行きたかったですか？そんなことないわ。あー。説得できればよしと。シジマの洞窟に行きたいの。なるほど。わかりました。まあ、近いんで行きましょうか。あら、おばちゃん。おばさま、こんにちは。アルバさんと一緒じゃない。お邪魔だったかしら？いえいえ、全然。そういう関係ではないですよ。この人はその、護衛です、護衛。友達です。そう、友人なんです。ごめんなさい。危なかったですね。いえ。お友達ね、なんだかほっとしちゃったわ。おう。もしかしてエルマって友達が？ああ、なるほど。もともとアルジェンの人じゃないんですね。楽しくやってますから。前に悩んでたおじいさんへの贈り物、あー、そういうことが。手袋。はいはいはい。おじいちゃん子ではあるのかな？仲がいいんですね。にゅ、首を横に振ってる。これぐらいどこの絵でも。もう一年になるのよね。一年。あー、もともと、お孫さんがいたなんて。あ、じゃあもしかして、本当のお孫さんじゃないのかも。いや、このおばちゃんめちゃくちゃ話しますね。弾丸トークですね。ネメアで暮らしているんでしょう。病気、怪我が引退だ、原因だって。おや？ほころびが見えますね。何かの病気に。ちょっと言い間違えただけで。ほーん。これは、あれですね。なんか、顔が見えないのをいいことに何かしらの嘘をついているとか、なんかそういう感じのような気がしなくもないですが。ちょっと気な臭みがありますね。話し始めるとなかなか止まらなくて。気にしないでください。はい、シジマの洞窟へ向かいましょう。怪しい。さあ、シジマの洞窟ですが、真ん中ら辺ですね。なるべく落ちないように頑張っていきましょう。さあ、着きました。目的地はこの辺り。この辺りでいいかしら。こっちに来てくれない？はい、なんでしょう。おう！何かの粉を投げつけられた。いきなり何を？魔物を呼び寄せる匂いを放つ特別な粉、なんと。すぐに魔物が襲いかかってくるでしょうね。エルマさん。どうしてこんなことを？あなたが邪魔だから、私の計画に？邪魔？計画？メイドの土産に教えてあげる。なんと。おじいちゃんの
アルバの孫なんかじゃないの。なんとだろうとは思ってましたけど、赤の他人騙していたんですか。目が見えないから取り入るのは簡単だった。どうしてそんなことを。あの人の財産、その鍵、こんな場所に隠すなんて。鍵さえ手に入ればあとはこちらのもの。ああ、悪者だ。こんなやり方間違ってますよ。そして魔物来ないし、生まれてからずっと一人で生きてきた。人並みの幸せを取り戻すにはこういう方法しかないのよ。来ましたね。あとは集まってきた魔物たちにでも相手をしてもらいなさい。くっ、直ちに殲滅しますか。許せませんね。ルイン・オブ・マナ、プルガトリオン。さすがにあれですね、硬いですね、クローラーたちは。まあでもビアンサスがいるんでどうにかなるでしょう。レベルもね結構差ありますし。スタミナが。よろしくお願いします、頼もしい仲間たちを。倒しました、私以外が。アリアちゃんが。さてどこに行きましたかね。急いで RJ に戻ろう。はい。やあやあ、こんばんは。その説はどうも。怪我はしなかったか。ああ、なんともないわ。あの人は一緒ではなかったのか。用事が済んだら別のところへ行っちゃったわ。きっと忙しいんでしょ。ほーん、早く家に入りましょう。お礼を言いたかったのだが、そういうことなら仕方ないか。ほーん、お人よしですね。なんかおじいちゃんは。ちょっと待ったな。どうしてここにあの魔物は。魔物の相手は慣れてますからね。そんなことが。これはどういうことなんだ。計画が台無しね。エルマン、何かされてないですか。それよりも追いかけてくれないか。話さなければならないことがあるんだ。おや、気づいているみたいな感じですかね。後から追いかける。はい、わかりました。免罪院の前あたりに。そうですね、パパッと捕まえてしまいましょう。逃がしませんよ。免罪院にたどり着くなんてね。慌てて逃げたからってバカにも程があるわ。ん？この街のこと全然知らなかった。ここにいたのか。はい、追いかけてきましたよ。ちょうど免罪院の近くで新館にでも突き出すのかしら。そうですね、アルバさんの話を。話したいことがあるって言ってたので。早い。話がしたくて。真っ赤な嘘。そこの旅人のせいで計画は破綻したけど。驚いて声もね、いや知ってたと思うんですよね。最初から気づいていたさ。え？最初から。その者の声や話し方で人となりがわかる。はい。何かを必死に掴もうとあがいていた。なるほど。
最初から分かってた。迷っていた。けれども、一生懸命家族になろうとした。拙いって言われちゃってますけどね。頑張ってたんでしょうね、本人なりに。本当の孫のように思っている。血のつながりがなくとも。孫がいない。妻も数年前に死んでいる。なるほど。ちょうどいいタイミングで。嬉しかった。アルバさん。1年。どうだった？すべてが嘘だとは、そうですね。私も楽しかった。やったこともない料理なんて覚えたりしない。騙していたのは事実。歪んでしまった道を正さねばならん。ああ、なるほど。正しい道になんて戻れるわけが。戻れる。まだ。そうですね。私に粉ぶっかけて魔物を呼び寄せただけですもんね。そうですね。私に小瓶をぶっかけただけですもんね。私が飲めば、この場は収まりそうな感じがする。悔やむ気持ちがお前の中にあるのなら大丈夫。私に粉をぶっかけたこともね。嘘を本当にしてしまえばいいだけだ。温かい心を持っている。本当の家族になっていけばいい。アルバさん、いい人。私は、それが償いになると思います。そうすれば私も何も言いません。芽キャベツのポトフを作っておくれ。でも、そこのお前たち、おや。神官。言い争いをしていると聞いてきたのだが、一体何があった？口論をしていただけさ。アルバさん。どこにでもいる人並みに幸せな家族さ。ふむ。喧嘩もほどほどにな。かわいましたね、おじいちゃん。アルバさん、イケメン。結果オーライですかね。まあ、免じましょうか。アルバさんの男気に免じて、粉ぶっかけられたことは、許しましょうか。ふむ。私も鬼ではない。私も鬼ではないので許しましょう。リボルペッパーもらったので許しましょう。はい、ということでね、今回はこの辺りとさせていただいて、次回ね、また、釣りをしようかなとも思うんですが、どうせ釣れないので、クエストをね、バンバンこなしていこうかなと思います。といった感じで、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。